毎度毎度、ベン・メイブリーです。2122プレミアリーグシーズン全20クラブのプチストーリーと評価をさせていただこうと思っています。ABCD が合格、DEF が不合格というランキングでちょっとやっていこうと思ってますので、どうぞご覧ください。 はい、スパーズ4位チャンピオンズリーグ出場権獲得お見事な成績になりましたがちょっと脱線から始めたいと思っています、えー、フットマンデーの最終回でですね私は、えー、シーズンを振り返って前半戦の MVP がサラ後半戦はデブライナーだけど一貫して活躍したのはソン・フンミンスパーズの良くない時期でもいい時期でも個人として 活躍していて、個人ばっかり活躍している時期も、チームとして一番機能している時期に、とにかくソン・フミンがずっとずっと活躍していて、23ゴールって、サラと並んで、プレミアリーグのゴールデンブート獲得なんて、すごいことだったんですけども、ちょっと現地の特に PFA チームオブザイヤー、ベストイレブンにも選ばれなかったことが少し話題になりましたね。まあ 特にですね、PFA、選手たちが選ぶ賞ですね。ジャーナリストが選ぶ賞とか、ジャーナリストがトップ10とか、そういった企画をしていても、確かに興味を持ってそれが読みたいという人は世の中にすごく多くて、まあ、クリックしてくれる人が多い、そういう企画をする媒体は正直あるんですけども、人によってちょっと内容が。 どうでもいい企画だから適当にするという人もいます。選手たち、そうじゃない人もちろんいますよ。ちゃんと考えてやる人もちろんいますけど、選手たちが選ぶと、まあ適当ですよ。正直。PFA の方は選手たちが選んでいて、もちろん一緒にやっている、それか対戦相手だから評価ができるんだけど、まあ、 実際にファンほど見てない選手がめちゃくちゃ多いんで、で、前評判で選ぶのが非常に多いらしいですよ。で、それから選ぶタイミングが2、3月ですから。 シーズン終盤が反映されないという影響もあって、そういうちょっと変な選択もになったりすることがあります。だけど、ソン・フンミンが本当に素晴らしかったんで、スパーズのシーズン頭のところをちょっと一回戻ってみないと、シーズン総括ができないんですよね。またね、モリーニョについて、えー ヌーノ監督になってたでまたちょっと変な人生っていうかその監督探しがめっちゃなネタになるぐらいなかなか決まらなくてで正直欲しかってもいないんじゃないそのヌーノになったんですけども内部の人の話聞くと モーリンヨよりずっとキャラはいい優しい人だけどサッカーはそう変わらない。でそれは選手たちにあんまりなんかもうフィットしていなかったんでなかなか刺激にならない。えー シーズンの頭だったんで、ね、その時、ケインが移籍したがってるんじゃないかなという心配もあった中で、監督でチームをまた良くしないと、いい選手がまた引き抜かれてしまうんじゃないかな。いろんな問題があって、で、マンチェスティー・ユナイティッドが一番ダメな時期に、スパーズがそのユナイティッドに3対0でや敗れてしまった。もうあの時のユナイティッドよりもうまくいっていなかった時期があった。だけど、その、まあ、 失敗があったおかげでやはり人間が失敗しますチームクラブ失敗しますその失敗から何を学ぶのかそしてどうやって正すのか次失敗しないようにどうするのかのが重要なんでスパーサそのタイミングでコンテ監督が取れましたそれからちゃんとコンテ監督の話に耳を傾けてクルセフスキーを取ってベンタンクールを取って後半戦からどんどん 強いチームになりました。チェルシー時代のコンテのようにですね3バックにしてで、最初はちょっと波乱があっても安定するとものすごく強かった。クルセスキーがもう半シーズンだけで8アシストなんてすごかったんで、ロメロがセンターバックとしてそれまでも良かったんだけど、本当に本当に大活躍をしました。で、ちょっとまあ、サイドバック、これからちょっとそこが補強が必要なポジションにはなったかもしれませんし。 まだまだね、コンテ監督は本当に優勝にしか興味がないような監督ですから、もともと完成度を上げたいところではあるんですけども、いや、まあ、半年だけで相当強いチームを作って、そして、追い上げて、アーセナルとのノースロンドンダービーに見事勝利を収めて、チームとしての機能性が公衆ともにどんどん良くなって、勝利負け、勝利負けという時期から、 一貫して勝利ができるチームにもなってたのでトップを入ったことでコンテ監督が欲しがれそうな補強が、まあ、できるんじゃないかなという期待はあってスタートがあったので私最初 B にしたんだけどやっぱりいや成功のシーズンだったと思うので A という評価にしました <laughs> チェルシーに関して圧倒的に一番重要なのは来季が あるということです買収がギリギリでしたけども間に合ってそれでプレミアリーグチャンピオンズリーグの登録ができてそういう問題を忘れることができますもうその本当に生き残りの危機に直面していたことからイングランドフットボール会ヨーロッパフットボール会として考えるきっかけにもなりましたしこれからマンチェスタシティ入荷する にもも同じようなこことが起こるかもしれません確かに前のオーナーのおかげで強くなった時期があったにしろオーナーがその人であることからそういうリスク国際の政治がそういうふうに転んだ場合にそういうリスククラブの生き残りのリスク直面することは最初からありましただけどうまく乗り越えて新しいオーナーでですね確かに オーナーシップのやり方がこれまでと変わると思いますけれども、健全になることは期待しています。で、期待していいと思います。これまでのプレミアリーグのオーナーの中では一番近そうなのはリバプールの FSG ですけれども、確かにひょっとすれば、 同じような金額を投資しないかもしれませんし、最終的に利益、まあ、クラブの価値を上げることで利益を求める長期目線でですよ、えー。そういうことがあると思いますけども、やはりリバプールのチームマネジメント、クラブマネジメント、その補強、その長期プランニング、その監督の選び、そのシステムにフィットする選手の取り方、 見るとそれ本当にプレミアリーグでベストだと思うのでそれがモデルなのであればチェルシーがこれからもめちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと私は結構楽しみにしています。で今シーズンその難しさは後半戦にありましたけども今シーズンのハイライトの1つはトゥヘル監督の神対応。も クラブの上層部が他のクラブでもそうだけどなかなか表に出てこないので難しい質問の的になるのがどうしても監督になってしまって答えられないことも多いですけどもそれでじゃあどうするのかでトゥヘルの対応が非常に良くてそれでよく契約更新もできなくて結局リューディガーがそれでなくいなくなるのいろいろ問題抱えてた中でもチームの精神的な部分 部分をよくコントロールしていたそのチームの団結力。 より一層強くなったんじゃないかなというイメージを持ちましたで、その本当にトゥヘル監督のマネージメントをそこでめちゃくちゃ高く評価したいなと思います。シーズンの頭に戻ると、まあ、優勝が目標だったんですね。で、結局、まあ、スーパーカップとクラブワールドカップの優勝はありましたけども、昨シーズンの見事チャンピオンズリーグ優勝を受けて、じゃあ今シーズンはリーグ優勝。で、テントリアがいないからルカクを取った。で、そこはうまくいったとはもちろん言えませんし、 シーズンの最後の方、まあ、ハバーツ、ベルナー、マウントの連携が非常に良くなっていたので、もしかして2年目からというところはあるのかもしれませんけども、トゥヘルのチーム作りも,もちろん最終ライン、これからね、補強でいろいろと、まあ、入れ替える必要はあるんだけど、シーズン途中からフォーバックにして、それでもうちょっと CS を活かしやすいチームになりずつつはあったんだけど、ちょっとはまらなかったです。これから 元のメンバーでは3バックでチャンピオンズリーグ優勝だけど、本当はこれからやりたいことを少し始めようとしていたことで、まあ、それでいろいろ問題があった。これからの北強がすごく、トゥヘルの考え方がどこまで反映されるのか、どういうチームを作っていくのか、今のいいメンバーをどんどん生かすために何をするのか、いろいろと今期来期以降がめちゃくちゃ楽しみだし、気になりますね。 来季のプレミアで3チーム以上での優勝争いが期待したくて、チェルシーにとって優勝は来季も現実的な目標になるんじゃないかなと思っています。今季に関しては B という評価にします。以上、次のパートに続きますんでよろしくお願いします。